海と日本プロジェクト in 徳島。小松島市を拠点に環境問題を地域住民とともに解決する活動を行っているエコロジカルファーストエイドの取り組みをご紹介します。活動の中心は U プロジェクトという水質、大気、土壌の浄化など地域の課題を解決に導く支援をきっかけに、住民主体で温かい街を作り地域に経済効果をもたらす仕組み作りです。水質浄化に用いている水質浄化装置 U はホームセンターの材料からも製作できる仕様だそうです。そうすることで現地住民だけでも維持管理できる技術提供を行っています。理事長の佐藤隆さんは装置の設置活動や研究開発のほかに地域住民が主役となって行う環境保全活動の普及を目的とした親子で参加できる環境学習や講演会なども積極的に行っています。TEDxなんですが、登壇させていただいたことがきっかけでサラリーマンをすることができなくなってしまったっていうことがきっかけになってます。地域住民一人一人が主人公となって町の抱える課題に取り組んで解決に導いていく、そういうプロジェクトを展開しています。ゆうくんっていう僕の天国の息子の名前を受け継いでいて、託していた生き方っていうのが今の U プロジェクトになっています。この水質浄化装置 U、 これを使ってあったかい町、人々に優しいっていうね、思いを一つに地域の人と進んでいけたら嬉しいなと思います。温かく人に優しい町を地域住民と共に作りたい、佐藤さんはそう話します。海と日本、今日も見てくださりありがとうございました。 Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。